昨日の夜は子供と話をしながら寝た。子供が言うには、子供の友達はサンタクロースを見たらしい。空を飛んでいたようだ。また別の友達は木の上に止まっているヘラクレスオオカブトを見たらしい。この冬の最中に子供も何かすごいものを見たいと言っていた。ドラゴンやユニコーン、何でもいいからすごいものを見たいと言っていた。僕も子供のために何かを見つけたいと思っていたし、お父さん何か見つけてと言われていた。いつものように仕事の休憩時間、相方と休憩場所に行く。昨日の夜のことは忘れていたけれど、まさかこんな時にあんなものを見つけるなんて。いや、ちょっとなんかおんねんって。見えへん見えへん。なんすかなんすか、どれすか。いや、僕あれやんか、ちょ、あれあれ動いてるの分かるかな。 あっちあっちあれっすか。あれあれ、なんかカメラなんかないかな。いや、僕も今日持ってないんすよ。ちょっとどないしょ、俺子供にあれ。いや、何よ吉田さん、こういうのは目に焼き付けたらいいんすよ、目に。あ、そうか。ちょっと焼き付けよう。これカメラな、カメラあったらええねんけどな。目に焼き付ける、目に焼き付ける。僕は強くそう思った。その瞬間、何かカメラを手にした気がした。なんだか目に焼き付けれる気がした。いける、目に焼き付けれる。いける、いけるぞ。きっと焼き付いた。これを子供に伝えよう。あっという間に夜が来て、いつもの帰り道。やばい、また子供に伝えたいものを見てしまった。また目に焼き付けることができるだろうか。さすがに1日2回も目に焼き付けるのは厳しいかもしれない。